ティクシ空港は、ロシア連邦局と連邦管区サハ共和国ティクシに、ある空港である。ロシア空軍が使用し、同時に民間空港でもある空港である。町の中心部からは北に1キロメートルの北極海に、面した位置にある。1950年、ヨシフ・スターリンの下空軍基地として開港した。建設の理由として、当時は、冷戦期であり北極圏に、 戦略爆撃機、ツポレフ TU-95 を配備できる空軍基地を建設していたためであった。1989年、ソビエト連邦の崩壊まで主要空軍基地として繁栄した。1989年以降も、ロシア空軍の主要基地として、ツポレフ TU-95 を大量配備している。1999年、ロシア空軍の実戦訓練のため、 東空港からカナダの北極圏までスポレフ TU-95 が飛んだ。2012年、ロシア連邦は突如10月1日にティクシ空港を平民だとすることを発表。理由は滑走路を含む空港施設の老朽化であった。また冬季は町へ通ずる道が閉鎖するためティクシは陸の孤島になりかけた。だが左派共和国政府により町への道を閉鎖しない。 ことを決定した。2013年4月の会見で、ドミートリー・メドベージェフ連邦政府議長は、ロシア空軍の街の存続を考慮しない行動に、憤りを感じると語った。サハ共和国政府と、ロシア空軍との交渉の結果、2013年6月、アントノフアン24による便で民間機が、復活することになった。2014年、ロシアのメディアイタルタス通信は、 ロシア政府が北極圏に6つの軍用の兵鎖都市をロシア北極圏に作ることを発表そのうちの一つがティクシ近郊に作られることになったと報道した。その後、ロシア連邦軍建設局長のローマン・フィリモノブは会見でこれらの兵鎖都市は快適な生活ができるように作っている。我々はティクシ空港のインフラを来年までに完璧にすると発表した。 2020年現在、空港の滑走路などのインフラは更新されているが、旧ターミナルやソビエト連邦下に使われていたと、応募式廃墟が空港施設に隣接をしている。ポーラやアントノフアン -24 ティクシ空港に、就航する機材はアントノフアン -24 のみである。着陸降下中の移住シーンイル18-2020年現在までに、一度も国際線は運航されたことはない。 離陸中のロシア空軍、アントノフアン -722016 年12月19日、空港へアプローチ中だったロシア空軍の遺留イリシーンイール -18 が墜落。乗員乗客全員生還だが3人が負傷。ティックシーには、マルシュルートカやバスなどはないためタクシーか自家用車でのアクセスに限られる。ウーリツアポリアルのヤビアツイとの名の道が、町の中心部に通じている。 空港前には、アルクチカという名前のホテルとガラドクという名前のスーパーマーケットがある。ロシアの空港の一覧。ありがとうございます。